はい、真ん中の歩つきます。歩つきます。飛車回ります。ね、ここでじゃあ今度こうやってきました、はい、ね、真ん中受けてきた。あ、嫌ですね。そう、さっきはこう行ってこう行けたんだけど、ただ今度はそうそう角がここに効いてるんで、ここ行くと隠れ財が取られちゃうんですね、はい、でこういう時どうするか。じゃあ今度はね、銀を使ってみましょう。銀ですか。そう、必ずねコンビネーションでいく。必ず例えば飛車だけとか角だけとかじゃなくて銀でいく、はい、じゃあこうさっきの話、ただ銀でいく。そう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 、棒銀ですね、はい、そう棒銀、あいで棒銀知ってるなら素晴らしいで銀でいく。でそうそうそう、じゃあさっきみたいに守ってきたらそうどんどんいく。でこうするとそうそう銀でいくと、そしたらだからそっち含まれますね。そしたらただ、さっきみたいにこうどんどん前にね出てきた感じしますよね。必ず大駒とそれに準ずる小さい駒で攻めていく。一人じゃないんです。そう、一人じゃなくて二人で攻めていく、うん、そう二人で攻めていくのがすごく大事です。もうちょっとやってみましょう。じゃあこれでじゃあはい、すごく銀が来たから、あ、銀が来たからで受けちゃった。そしたらさっきどうしましたっけ、ここにここを攻めるためには、そう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 ですね。でこう、そういいですね。で桂馬、桂馬を使う手もありますけど、この場合はさあ真ん中からまた突進してみましょう。この真ん中をここを突破する。さっきは桂と一緒だったけど、今度は飛車角銀で攻めます。あ、でも銀に取られちゃったら いいミスしますねこれね。こっちはダメなんですか。そうそう、あ、そうそうそう、それが正解なんだ。そうそう、あ、よかった、ね。はい、そう、こう銀を前に進めたいときは、あ、ちょっとかし、こう銀で行っちゃうと歩で取られちゃうんで、歩と歩をぶつける。これね手筋、すごいいい手筋、これ覚えておくといいですね。はい、じゃあ取った、うん、取った、はい、でそしたら取った取った、はい、でじゃあさっき言ったら受けていきましょう。受けてみた、はい、そしたらもうこの場合はね、自分が飛車角銀で3つ効いてて、向こうが2枚なんで、ここはいけるんですね。数で勝ってる。そう、数で勝ってるんで。取った。取った。はい。なりましょう。はい。私銀好きなんですよ。はい。はい。はい。まあ取る。取った。はい。取られた。はい。たらじゃあ角で取った。はい。いいですね。そうなる。あちらになったままにしないで。皆さん気をつけましょう。はい。で、じゃあ飛車で取りました。さあこれでさっきと似てますね。さっきと似てるで、これ突破できました、はいはい、じゃあちょっと今度は違うやり方してみましょう。じゃあ後手の人が、はい、ここで飛車と竜をぶつけてきました。あ、すごい嫌です。さあさあすごいとこですね。さあすごい場面。お、いい、またね南がいい、こうやってねミスをしてくれるんですね。そう、これね、あの将棋とかやりがち、やりがちなミス、もう一回これでよく見てみましょう。ちょっと下がってみてください。下がってみると、え、飛車が、飛車は、あ、王様死んじゃった。素晴らしい。いや、だからいいミスだ、すごいいいミス。そうそう、だから将棋はこういうことがある。はい、あの近い、今日一のコメント量ですね。これがわざとだったらどんだけに。でも将棋はだから逆転のゲームって、これ実は先手がもう勝つあと寸前だと、まあ、見えないですよね全盤。そうそう、だけどそうそう、ここに夢中になっちゃうからついこうやって取られちゃうね。あ、まあ、これが面白いところでもあるんです。はい、四隅の強者ですよね。あ、四隅の強者。そういう面白い格言は知ってるんです。まあいいや。でこの場合は金をね、いいところに打つんです。あ、さあこれちょっと難しいかな。金、いや、ここだと引いてるから、ここでも取られちゃいますね、ただで。あ、そうか、王様がここいるから。これ一間竜って形で、竜と相手の駒玉っていう時に必ず、おー素晴らしい、すごい、これはいい手ですね。でこれで取ると、今度は相手の玉がおろそかなんで取られちゃいますね、これね。じゃあ金でしょうがないから、じゃあ泣く泣く逃げました。ただこの飛車を美味しくいただいて、いただきまして、そしたらもうこっちもどこも行けないから、おー20球で昇級です。はい、だいぶ上がりました、ね、だいぶ上がります。はい。ね、とにかくこういうふうに一点突破すること、うん、ね、今みたいに金で守られちゃうとね、攻めるのが難しいのはやっぱり角と飛車と2人で攻めちゃうからね、なかなか攻めきれないです。だからもう1人足してあげる。この場合さっき最初にやったのは桂馬、今度は、あ、議会ここでいいです。はい、今度はこの銀と一緒に攻めてあげる、ね、そういうことによってもう1枚自分の攻めが、力が加わるから、こうやってどんどん前に進んでいって突破ができるんですね。なんか一つ覚えたら二つ忘れそうなくらいいっぱいありますね。あの、なんかね、こういうのって全部手順を丸暗記するんじゃなくて、なんかポイントですよね。そう、ポイント、ポイント、そうそう、一点集中ね、そういうのを覚えるといいですね。
はい、はい、じゃあちょっと最後に模範対局を南に見せてもらおうと思うんで、じゃあ南に先手、はいはい、やってみましょう。はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。お、いいですね。はい、まずはい、はい、うん、そうで、こういうのは本当に将棋の基本中の基本なんで、ちゃんと覚えておくとね便利。あの、まあ、中級以上の人だとなかなか通用しないかもしれない。あ、この場合はもう普通に攻めちゃう。あ、そうですね、そうです、いいですね。そうそうそう、守ってきた。あ、でもここ角で効いてますよ。うん、角で取っても取れればね、それは大丈夫。そうそうそう、大丈夫、大丈夫です、うん、はい、じゃあこうやってきた。その時に人下だけじゃ、そう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 、下だけじゃ攻められないから端をつきました。つきました。じゃあ今度は8四歩とつきました。はい、そしたらそうそう、2人で攻める。でここの地点がもう結構危ないんで、後手の方もじゃあ守っていきましょう。はい、あ、そしたら、おお、いいですね。そう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 、いいですね。でこれで今2対2で攻めてるから、もう1枚ね桂馬が欲しいんですね。で桂馬で攻めたい。じゃあ、はいはい、お、いいですね。いや、いい、すごいすごい。ちょっとさっきまで居玉だったが、ちょっと玉が逃げていきましょう。あ、でも桂できた。おお、はいはいはい、じゃあどうしようかな。じゃあこっちも少し後手の方も攻めています。はい、嫌ですね。さあどうする。ん、でもいや気にしない気にしない、でも気にしない、そうじゃなくてこっちを見る。せっかくか自分がそうそう一点集中しようとしたんだから、今は一点集中だから、そう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 、はい、はい、いいですね。はい、取りました。はい、取られたら、はい、取り返す、取り返します、ね、いいですね。はい、これはまだなれない。そうですね、じゃあ受けてきました。はい、受けてきたら取ります。はい、いいですね。そう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 、これ、はい、これでもだと、これでもやっぱこっちの方がいいんですよね。そう、これはね、なった方がいいですね、うん、はい、やっぱりなるべく桂馬、あのね、銀以下の駒は桂香歩ってのは最初のうちは基本的になった方がいいです。銀はまあなってもならなくても動きが大差ないんで、これ別に何忘れてもいいんですけど、桂香、うん、はい、歩はなった方がいい。はい、覚えておきましょう。はい、と金で、カード数足りてますかね。どうかな、ちょっと、こうしたら、うん、こうで、こうで足りてます。はい、足りてます。はい、はいはい、忘れないように。はいはいはい、確認しました。はい、なりました。はい、取りましたね、うまく突破できました。また、はい、ね、この一点集中の効果が出ました。はい、はい、で、まあ、攻めっぱなしでもほぼ南の勝ちなんだけども、一手だけちょっと後手も私の方も攻めています。うわー、うわこれは守んなきゃですね。おお、いい、すばらしい、一番いい手、この場面でこの形で一番いい手を指しました。やったです、ね、攻めててもたまにこうやって王手だけは防がないといけない。そうなんです、ね、そうそうね、必ず将棋は攻めと守り両方見てないといけないですね、うんうん、これはよく守りました。はい、じゃあ取っちゃいましょう。あ、取られちゃいます。はい、それだったらいいですよ、こっちで。おお、素晴らしい、負けました。あ、やった、ありがとうございます。勝ちました。あ、ありがとうございます、皆さん。ね、でもこれでもね、はい、多分ユーザーの方にも参考になるものだったんじゃないかと。いや、みなみんが一瞬でちゃんと覚えられてよかった。ね、5筋を伸ばしていってここを1点集中する、はい、ね、とにかく1点突破、ね、1点突破する。あと、まあ、いくつかあるけど、攻めと守りと少し両方見たりとかし始めると、まあ、すごくいいと思います、はい、あ、自分のところを囲い作って攻めなきゃいけないと思ってたんですけど、そうじゃないんですね。本当はちゃんと守りを作ってか攻めた方がいいんだけども、はい、まあ、そういうのは初心者のうちは気にしないでいいです。まずは攻める、攻める、ね、まずは攻める、はい、でなんかね、多分教わると守り作って攻め作ってすごい言われるんですけど、それ全然わけわかんなくなっちゃうんで、はい、まあ、最初はまずはこういうんで、ね、いいんです、はい、でそういうのからだんだんとやっていけばいいので、まあ、初心者のうちはこういうのから作業始めるといいと思います。はい、はい、であと、まあ、こういう今日はすごく優しい講座をやったんですけど、はい、すごくもうちょっと難しいのがいいとかですね、もっといろんな戦法を知りたいって方はニコニコ生放送の他の放送で、はい、豊川七段のマンモス講座っていうのが
ちょっとメモりますね。いや、まあ、後で教えますから。はい、豊川七段のマンモス講座、はい、あの高梨凛さんという女優の方と豊川七段がご一緒に別に出られて、まあ、こういう形でいろんな戦法を豊川七段が教えてくれるという放送があったんですね、はい、それあのタイムシフトでいつでも見られるのでぜひそれをね、まあ、南もあの必ずそれを見て、ねはい、勉強してもらえればと思います、はい、復習しなきゃですもんね。そうですね、はいはい、見るのがいいと思います。はい、はい、ではわかりました、はい、あ今、はいはい、一回対局した方がいいんですか。え、今対局したからいいんです。あ、いいですか。はい、はいはい、じゃあいこれいいですか。あ、じゃあ締めてください。僕がですか。はい、わかりました。じゃあこれで1回5分の休憩に入らせていただいて、27分8分ぐらいからまた放送再開しますのでどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい。